政府は反撃能力拡大を図るため、現在陸上自衛隊に配備されている人に意識地対艦ミサイルの射程を延伸させる計画を進めるようです。今回は人に意識対艦ミサイル改良型を次期潜水艦に装備する話について見ていきたいと思います。2021年12月、海自潜水艦の兵装として、今後は長距離射程を持つ対地攻撃能力を付与することを目的に、新たな巡航ミサイルを搭載する方針が打ち出されました。この分野は、当時は敵基地攻撃能力とされ、今は反撃能力と表現されているのですが、この領域へ初めて進出することになったというわけです。具体的には、現在陸自に装備されている人に、意識地対艦誘導弾改良型の能力向上型を搭載することを想定しているものです。現行型の最大射程距離は約 200km 弱ですが、これに比べて、能力向上型は 1000km 以上と見込まれているのです。こういった射程距離の大幅な延伸と同時に、今は陸上から海上の敵艦艇の攻撃が主な用途である人に意識地対艦誘導弾ですが、将来的には艦艇や潜水艦へ搭載したり、航空機に搭載する様式が開発される予定になっています。いずれは各分野で自衛隊の中核戦力になるとみなされているのです。高揚な人に意識地対艦誘導弾の能力向上型は、潜水艦に搭載する場合、大きく分けて2つの運用手法があると想定されます。1つは、既存の魚雷発射艦から運用する形式。2つ目は、VLS、垂直発射艦から運用する形式と見られています。現在の海自が運用している潜水艦は、主兵装として533mm。魚雷発射艦を6門搭載するのが標準装備となっているので、ここから運用できれば、既存の潜水艦でも改修を施すことによって適応する数を増やすことも可能と見込まれているのです。これと VLS、垂直発射艦を新しく装備して、人に意識地対艦誘導弾能力向上型を運用することを比べてみると、潜水艦自体の設計を変更し、しかも新たに建造する必要が生じることになるのです。ということは、実現するまでには時間がかかることは言うまでもありません。いずれにしても、日本の2023年度の防衛予算案には、この12式地対艦誘導弾能力向上型の開発費用として、393億円ほどがすでに上程されています。これが政府が推進するスタンドオフミサイル構想を実現する兵器となると考えられ、注目を集めている状態なのです。スタンドオフミサイルについて説明します。敵の兵器の攻撃圏外から、友軍だけが攻撃可能な長射程の兵器を指しています。要するに、攻撃のための兵器と言ってもいいのではないかと感じられる兵器です。この兵器が持っている攻撃性を言葉の響きから薄めて、ごまかして、その配備に抵抗感を弱めようと考えた上での日本特有の言葉の工夫の産物あるいは言葉遊びとも思われます。政治的に敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えたり、長距離攻撃可能な巡航ミサイルをスタンドオフミサイルと言い換えたりと、日本政府が苦心しているのがありありですね。真実をつく言葉を使えば、国民からの反対意見が湧き出すことを知り尽くした上での行動と思われます。1945年に太平洋戦争は、日本が降伏して、やっと終わりました。戦後、日本は、アメリカを唯一の同盟国とし、旧ソ連を中心とする共産主義化の流れを阻止すべく、
アジアでの防波堤の役目を韓国と共に負わされてきました。北方領土を不当に旧ソ連軍に占拠された苦い経験から、日本はソ連軍が北海道への上陸を強行した場合に備え、陸上勢力をその地に集中させました。また、海では極東から旧ソ連潜水艦の太平洋進出を阻むことを重要視し、最大限の注力を行ってきました。1991年、平成3年、旧ソ連は、それまでの国家体制が内側から瓦解、現在のロシアが後継国家となる変革が起きました。世界中が驚いた事件だったのです。旧ソ連崩壊により、日本は最大仮想敵国が消滅するという幸運に恵まれました。結果として、陸上兵力の多くを削減できたのです。実は、日本以上に旧ソ連崩壊の恩恵に預かったのは、ヨーロッパの西側陣営の諸国でした。かつて、旧ソ連の影響下に置かれていた、ポーランド等の東欧諸国がこぞって西側に転換したこともあり、後継国家のロシアとは国境を接する事態が終わったということになりました。とはいえ、旧ソ連崩壊で元々の NATO 加盟国、特に対峙する最前線にあった最大の構成国ドイツは、軍事力を削減した上で、ロシアからのエネルギー輸入を拡大する政策を取ってきたおかげで、今日のロシア・ウクライナ戦争にも影を落としていると分析されています。ロシアは旧ソ連崩壊後、西側諸国の経済的な支援を受け、軍事的脅威を及ぼさない新国家へと変革していくことが期待されていました。しかし、ロシアとなってからの経済破綻などで国民の不満が高まり、旧ソ連を懐かしむ人たちが激増したのです。そして、ロシアが持つ豊富なエネルギー資源を元手として、世界的な原油価格の高騰により、再び旧ソ連を思わせる軍事力強化を推し進めるようになりました。そして、その行き着いた先が、プーチン政権による巨大な版図を誇っていた旧ソ連を彷彿させる国家の再興であり、旧ソ連の瓦解をアメリカを含む西側諸国に押し付けられたと考える連鎖を糧として旧ソ連の構成国かつ現在ロシアから離反した国への攻撃を開始していると分析する向きがあるのです。そんな30年前のことを言われてもですよね。第11991年にはプーチンはすでに当時の権力者エリツィン氏の側近だったのですから、旧ソ連の瓦解には責任があるはずです。さて、アジアに話を戻しましょう。旧ソ連崩壊で最大の仮想敵国が消え、日本でしたが、2000年代に入り、急速に経済改革開放路線で国力を増加させた中国が旧ソ連に代わって、日本の安全保障を脅かすことになってきました。すでに中国は GDP 総額では日本を抜いてアメリカに次ぐ世界第2位になっています。それと同時に海軍艦艇、航空機の数などどれも日本を凌駕する軍事力を獲得したため、日本単独では対峙することも困難となっているのです。中国は海軍力を増強、東シナ海や南シナ海を勢力下に置く構想を進めていますが、実現のために、国産航空母艦、大型の055型駆逐艦、原子力推進型潜水艦などを次々と就役させ、勢力圏拡大を図っています。南シナ海を、中国が、その大半は、国のものだと主張し始めた背景には、SLBM、潜水艦発射型弾道弾を搭載した戦略型原子力潜水艦を先行させる海域として最適であり、水深の浅い
黄海や東シナ海では不向きだったということが一因とみられます。中国海軍は、初の戦略型原子力潜水艦092型火球を、1983年、昭和58年に一隻就役させ、これに続く094型進む級を、2007年から2021年の間に7隻就役させています。さらに、新型096型等級も早ければ、2025年前後に実戦配備が予測されているのです。現在の主力である094型進む級原子力潜水艦は、水中排水量1万2000トン、全長 135.0 メートル。全幅 12.5 メートルの艦体に12機の VLS 垂直発射艦が装備されていて SLBM 潜水艦発射型弾道弾の JL-2 を運用できる潜水艦とされています。この JL-2 ですが、少なくとも射程距離は約 7200km に到達する SLBM と考えられていますが、南シナ海からはアメリカ本土への攻撃は無理でも、ハワイやグアム島ならば十分に攻撃圏内に収まります。もちろん、日本もこの範囲に含まれています。こうした事態を反映したせいでしょうか、政権与党の自民党以外からも、原潜の保有を検討すべきという声が聞こえるようになってきたようです。与党にすり寄りすぎると、批判を受ける国民民主党代表玉木氏は、日本も原潜保有を検討すべきであるという一人ですが、中国海軍の SLBM 搭載型の戦略型原潜への対処法として、探知目的と提唱しているようです。日本も、攻撃型原子力潜水艦の導入の是非を議論することに意味があるという意見もあるようです。ただし、玉城氏の中国海軍の戦略型原子力潜水艦を探知する目的での運用という理由には疑問を持つ人も多いようですよ。敵潜水艦の探知を行うのは現状では対潜哨戒機等の任務です。自らも海中に潜むのが目的の潜水艦で、原潜の優位性が発揮されるのは連続潜航時間の長さと潜航時のスピードですから、敵の探知とは無関係ではないかと言われているようです。それにしても、自民党の政策に賛成なら、さっさと合流しちゃえばいいのに。下手に野党をぶっているから、どっちつかず、那国民民主党に不満を感じる人間も多いんですよね。